はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の N 進法丸1をお送りします。で、ここからね、タイトル変わりまして、まあ2進法とか10進法とか、まあ3進法とか5進法とかありますけど、まず最初は2進法と10進法についてやっていきます。で、問題が6問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、自分の方が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ね、やることめっちゃシンプルで、まあ、10進法とか2進法、まずそれがね、聞き慣れない方とか、え、何それみたいな方にとっては、そこから説明もちろんしますけど、10進法から2進法に直そうと。で、下が2進法から10進法に直そうっていう、まあ、そこのチェンジの仕方ね。今回の動画は。まあ、そこを覚えてほしいんですけど、まず、10進法っていうのは、もう基本的にみんながずっと使ってきてる数学では数字です。10進法。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 っていう、まあ、10のまとまりで考えるやり方。まあ、10にいたら位が上がるでもいいですけど。で、2進法っていうのは0と1しか使わないんです。なぜなら、さっきみたいに0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10まで行ったら位が上がるんですけど、2まで行ったら位が上がるんですよ。だから、0から始まるじゃん、0。で、次1なんですけど、次2じゃなくて10に上がります、2進法は。2は使わないんで。2に行った瞬間に位が上がるからね。で、次は11なんですけど、次12も行けないんですよ。で、20も行けないんで、100に上がります、今度。で、101っていう感じ。これが2進法です。まあね、この二進法の世界に慣れろっていうのは難しい話なので、自分でも難しいですからね。そう。違和感しかない、今でね。ですけど、まあテストで出てくる時がありますし、これに関してはやり方を覚えたら超簡単です。直し方。なんでね、ぜひね、覚えてもらえたらと思います。じゃあ、サクッと行きましょう。まず、十進法です。これね、普通のみんなが使ってる18。これを二進法に直すとこんな感じになるの。1と0しか使わないからね。こういう風になる。で、基本的には2進法で表したよっていうのは最後にカッコ2がつきます。でも、カッコ10を書かないのはもうみんな10進法をずっと使ってるんで、10進法に関してはカッコ10は省略しちゃおうぜっていう暗黙の了解がある感じ。で、これね、やることはね、とにかく2で割ってっていうだけ。これを2で割っていくんです。そうすると、9ですよね。で、大事なことは、その時の余りを書くこと。これ18は2で割り切れてるので、まあ余り0ですよね。これを書いておく。で、どんどん割ります。2です。小は4です。余りは1です。割ります。2。2。割り切れたんで0です。まだいきます。2。1。で、これも割り切れたんで0にしてください。ちゃんと書く最後まで。これ結構忘れやすいです。ここに関しては。で、こうなったことでどうするかっていうと、最後1までやってね。1になったらストップなんですけど、こう書きます。こういう順番。だから、10010。それが答え。18イコール10010。で、二進法で表したんで、2ですよ、と。ちょっと過去に大きかったね。これがやり方。ね。じゃあ、どんどん行きましょう。次、53ですね。もう、とにかく割るだけなので、53割る2。26余り1。13、余り0。で、6、余り1の、3、余り0の、2、1で余り1と。だから、110101。だね。合ってるな。OK。なので、53は、110101。自分が高校の時にね、これ書き写してミスしたことをすごい覚えていて、ちょっとね、気にしちゃうんだけど、合ってるね。110、合ってるね。OK、OK。で、125。まあね、ちょっと長くなりますけど、割っていけば必ず解けるんで、これに関しては。入ってるかな。あ、OK。2で割っていくと、62余り1でしょ。31余り0。15余り1の、7余り1の、余り1、2で余り1と。だから、125は、1が1、2、3、4、5個。1、2、3、4、5、0、1。よいしょ。これで終了となります。
まあ、これがまず十進法を二進法に直す方ね。で、下は逆です。もう二進法で書いてくれてるんで、じゃこれがもともと、もともとって言い方もおかしいけど、十進法だったらいくつだったのっていうのをやっていきます。で、これに関しても、まずこれちょっとちゃんと書きます。でもちゃんと書かなくていいです。テストの時、途中式書けとは言われないから、これは。もう答えだけ書けになってるからさ。で、どうやるかっていうと、一番右の数字、こっから、2の0乗、2の1乗、2の2乗と対応させてください。一番右からね、0乗、1乗、2乗。まあ2の0乗って1なんですけど。で、それを書けます、上と。だからちゃんと書くんだったら、ここは、2の2乗かける1だよね。一番左が1。でも0は書けても0だから省略しちゃおうか。プラス2の0乗かける1です。で、これ計算したら終わり。もう。これだけ。で、2の2乗で4なんで、4足す1だよね。だから、5。これで終了です。これはね、もともと5だったんだよって。でも心配だったら5をやってみたらいい。もう一回。で、二進法に戻したらなるから、ちゃんとね。で、これ、まあ、ほんとちっちゃなことなんですけど、これね、なんか計算、特にこっちとかさ、まあ、これもそうか、2の5乗とか出てくるので、計算に集中すると、最後2の0乗2で計算すること出てきます。0乗1だからね、それで1個ずれちゃうとね、それでバスとかめちゃくちゃもったいないんで気をつけましょう。で、これに関しても、2の0乗、2の1乗、2の2乗、2の3乗と対応することはわかるので、もう暗算でいきます、基本的に。で、2の3乗っていうのは8でしょ ?8×1 だから8、プラス2の2乗は4だから4。で、1乗は無視して、ここが1だから1と。これがいいです、全然。で、13でしたと。やべえ、全部青で言っちゃったよ。書く量少ないんで、これ書き直させて。しまった。勢いで普通に書いてしまった。8足す4足す1で13だね。これで OK。で、最後ね、数でかくなりますけど、まあ、そこにね、指数だけ気をつければいいので、0乗、1乗、2乗、3乗、4乗、5乗です。で、5乗は32です。2の5乗はね。だから、32×1 で32、16無視、8無視、で4だね、次。4、次が2、で1の時は無視だから、これで OK。で、計算すると38か。という風になります。まあ、定期テストの時にほんとちょろっと出される感じだとは思うんですけど、さっきも言ったように、不安だったら5って出てきた。合ってるかな?まあ5とかはいいけど、38合ってるかなと思うんだったら、38をやってみればいい。こっちの直す方で。で、戻れば絶対合ってるし。っていう感じ。で、こっちもそう。合ってっかなって思うんだったら、これをね、2の何乗ってやつでやってみて、もう一回足してみる。こっちみたいに。で、125に戻れば絶対合ってるので、確かめはしやすいからさ。だからテストの時とかで、まあ時間が余ったら最後、ちょっとやり直しというか、確認してみようかなみたいな。のはやってみるのは価値があると思います。落とすのもったいないんでね、ここはね。では、今回は高校数学数 A の N 進法丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回丸2でちょっと違うタイプの問題ね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。